よいしょ、ボナルチャンネルのマスです。ボナ、はい、ということで満を持して大乱闘企画よっ。ついにゆうやんちでも大乱闘ができるよ。ただ僕らはねメインに野球をあげてるので、今日も大乱闘で野球をします。はい、なんかアイテムがあるんだよね。そう、なんかアイテムでホームランバッターも昔からあったやん、魔球かな、多分名前そんな感じなんだけど、野球ボールが追加されて野球ができるようになったんですよ。ただモードとしてじゃなくて普通にトレーニングとかでやるんだけど、で今回はね3打席対決ということで、はい、何本ヒットを打てるか。ヒットとか分かんの？ヒットの当たりかどうかはこっちが判断します。ゆるい感じでいきたいと思います。見てください、このホームランバットと魔球ですね。この魔球だけオンにします。いい、ね、え、ちょっと待って、魔球の右はちなみに何？魔球の右はブラックホールです。かっこいい。でね、野球場を選んでくださいって書いてあります。はい、ねえよ。野球場ってあんの？ないです。今日大野球場でやります。選手を選んでください。最初どっち？あ、まあそれは、まあ1打席交代とかでいいんだよ。あれじゃない、でかい方がいいです。これにしよう。マジか、野球うまそうな顔してしてねえだ。明らかにバットすぐへし折りそうな顔してるだろ。こいつでいきます。なんならバットの使い方わからなさそうだろ。プテラね、ポケモンにすんだもん。あ、バット指揮された。じゃあ打者でいいですか最初。はい、ちょっとさ、じゃあさ3球ずつぐらい練習しよう。あ、練習する。今投げてこれ間には当たんないの？当たんないと思う。いくよ。いいよ。あれ、打ってください。難しすぎるだろ注文が。必ず後ろから来るの？いや、わかんない。だから面白いじゃん。はい、2球目いくよ。くそ、しっかり。はい、いくよ、ラスト練習いくよ。はい、はい、Z ですけど、なんで投げつけるの？いくよ。なんでだよ、ふざけんな、チゲーボールじゃねえか。うわ、惜しかった今。おい、どっちかい。よし、かスマッシュよ。すごい、すごいねっていう感じでやっていきましょう。 OKOKOK。 じゃあ3打席対決ね。いくぞ。いいよ。一球目。うわあ！これゴールじゃない？いやいやいや、打てばいいだろ、打てばいい。一打席目にヒットはでかい。いい、いいよ。ほい。はい。ストライク。で三球ずつだわ。一打席。そうだよ。はい。もう運やん。完全に運やん。もう。こいや。打ち返してやんぜ。違うんだよお前。打っちゃったしろ、こうやって。いくよ。おいや、うわ、きたー。ホームランだー。すげえ、打てるもんだね。1対1な。はい、はい、いきますよ。くれ。くっそ。くっそなんだ。いや、なしだろ。これ認められるんだ。なし、なしで、今の不正投球とされました。本当の1球目いきます、はい、うわ無理や。こういう球もあるよ、横だけなので後ろ投げもありえるからね。2球目いきますよ。後ろから振るな。ほい、ツーストライク。やばいんじゃないの、追い込まれたよ。やばい、いくよ最後に。ほら、うわー、三振ですよ。三振だ。俺は打ち返してやる。うっしゃ、来いや。後ろだ。えい、あー、しゃこいや。きたー、ヒットです。やられた。この打席で打てなかったらもうまさ負けよ。いいよ、いっちゃうよ。よし、来い。いっちゃうよ。もう天空投法上から投げるから。いくよ。おら、うわー、いかれたー。マジか。今2対2だ。ゆうやがこれ3回裏だから。そうか、俺が打ったらもうサヨナラだ。サヨナラホームランだ。
名前の牽制ね。なんでだって。ワンシャウだろ。ワンストライク。違う。牽制でストライク取んな、マジで。来たはい、ということでね、今回はダイラートを使ってね、野球やってみました。いや、いい戦いでしたね。まあ、ゲーム、あるいはこういう企画、ぜひぜひリクエストお願いします。じゃあまた、やっていくので楽しみにしてください。またね、明日、バイバイ。バイバイ。この座席で打てなかったらもうまさ負けよ。確かに。なんで払いせんね。なんで当たったんだ。